小昼井牧高行は、日本の男性キックボクサー。青森県三沢市出身。厚生学院高等学校卒業。小昼井牧道場会長。元エスカオリエンタル世界、スーパーウェルター級王者。キューリングネームは、小昼井牧太志針徹底的に自分を追い込む稽古を観光することから、ミスターストイックと呼ばれ。 K-1 ワールド MAX で日本代表決定トーナメントを3度優勝した。1997年1月31日、全日本キックボクシング連盟工業でアクティブ J からプロデビュー。箱崎雄造に小勝ち。5月30日、マサと相手に膝蹴りでサンドダウンを奪いサンティコ勝ち。10月26日、全日本ウェルター王者、鈴木達也と対戦し、 TKO 勝ち。プロデビュー5戦目にして王者に勝利した。所属していたアクティブ J が全日本キックボクシング連盟を離脱し、新団体 J ネットワークを旗揚げした。12月21日、J ネットワーク旗揚げ戦で、ニュージャパンキックボクシング連盟ミドル級王者、ニッター・キラシンにローキックで小負け、プロ6戦目にして、初黒星となった。 1998年4月25日、J ネットワークで、ジョン・ウェインパーと対戦し、判定負け。11月14日、シュートボクシング、グラウンドゼロ東京で、シュートボクシング王者、ドイヒロユキと対戦し、TKO 勝ち。1999年3月17日、全日本キックボクシング連盟工業で、チャナペック・ガッティンディと対戦し、小負け。 この試合でラら骨を骨折し、出場予定であった4月24日のマーシャルアーツ、日本キックボクシング連盟工業を欠場した。8月24日、J ネットワークを対岸して、フリーに転校。前田健作らとチームドラゴンを結成。チームアンディと合同練習も開始。10月3日、K1 初参戦となった K1 グランプリ99、開幕戦で、僕秀樹と対戦し、 ドロー。2000年1月25日、K-1 ライジング2000で、地獄の風車の異名で恐れられたらモンデッカーに、日本人で、初の勝利を TKO で飾る。6月3日、アンディ・フグが、地元、スイスで開いた、大会 K-1 ファイトナイト2000で、若無得体世界ミドル級タイトルマッチで、マリノ・デ・フローリンと対戦し、判定負けを喫する11月1日。 K1 ワールドマックス開幕戦となる K1J マックスのメインイベントでニール・ウッズとの王座決定戦で 3RKO 勝ち。エスカ・オリエンタル世界スーパーウェルター級王座を獲得した。2002年2月11日、K1 ワールドマックス2002日本代表決定トーナメントに出場。1回戦で須藤元気、準決勝で王の高を破り、決勝戦に進出。 決勝の対戦相手はかつて自身が越した経験を持ち、その後人気、実力ともに、破竹の勢いに乗っていた、マサトであったが、判定負けを喫した。試合後のリングで、石井和義艦長にコメントを求められ、俺は、もう一回やって、絶対ぶっ殺しますと発言した。5月11日、K1 ワールドマックス主催者推薦で、世界一決定トーナメントに出場。 一回戦で、マリノデフローリンに小勝ちするも、準決勝で、ガオランカウイチットに、小負け。以後一年以上勝ち星から遠ざかる。2002年初めから2003年初めまで、黒崎賢治に支持し、黒崎道場に所属した。この道場はトレーナーが存在せず、寮に住み込んで、練習や自分の身の回りのことなど、あらゆることを自分一人で行うというスタイルの道場であった。 お昼いまはこの道場で孤独感と戦いながらひたすら一人で練習していた。また、120kg のパチンコ玉が入ったリュックを背負って歩く、線香の束を自分の腕に押し付ける、高架下の壁をひたすら前蹴りする、などの荒業も行った。最終的にはチームドラゴンへ復帰。2003年2003年3月1日、K1 ワールドマックス2003日本。 代表決定トーナメントに出場。一回戦で安広和也に判定負け。2004年2月24日、K1 ワールドマックス2004日本代表決定トーナメントに出場。一回戦で早と準決勝で武田光三決勝でセルカンイルマッツに勝利して優勝を果たす。4月7日、K1 ワールドマックス2004に進出し、一回戦で パウロ・バリッシャ、準々決勝でマイク・ザンベディスに判定勝ち、準決勝でブアカオ・ポー、プラムックに敗退。10月13日、K1 ワールドマックス2004世界王者対抗戦にてアルバート・クラウスと対戦し、判定勝ちを収める。2005年2月23日、K1 ワールドマックス2005日本代表決定トーナメントに出場。1回戦で、 安弘和也、準決勝で小次郎に勝利し、決勝戦でニッターキ田明ンに前蹴りでご勝利。2年連続優勝を果たした。7月20日、K1 ワールドマックス2 0 0 5号世界一決定トーナメントでは、コ骨結合乖離を発症していたにもかかわらず、1回戦でダリウススクリアウディスにご勝利。準々決勝でアンディ・サワーに判定負け。 サワー戦後に治療に専念するためしばらく戦列を離れた。2006年4月5日、K1 ワールドマックス2006世界一決定トーナメント開幕戦の1回戦で、イムチビンに小勝利。6月30日、K1 ワールドマックス2006世界一決定トーナメント決勝戦の準々決勝では、マサトと3度目の対戦。ダウンを奪われ判定負けを喫した。 2007年2月5日、K1 ワールドマックス2007日本代表決定トーナメントの1回戦で、アンディオロボンと対戦し、延長 R2 ダウンを奪われ判定負け。試合後、2006年末に左足首を骨折していたことを告白した。10月3日、K1 ワールドマックス2007世界一決定トーナメント決勝戦のリザーブマッチで、 バージルから子だと対戦するも、右フックで小負け。また、この大会から、チームドラゴンから、ブロビラガッチ所属となった。2008年2月2日、K1 ワールドマックス2008で、佐藤義美洋と開幕戦出場をかけて、対戦予定であったが、自身の両膝人体損傷のため欠場となった。8月28日、小昼井牧高行から小昼井牧太指針に解明した。 ことが発表された。自分の中の太い柱、軸となるもの、何者にも立ち向かう、信念といった意味合いが込められている。10月1日、K1 ワールドマックス2008ファイナルで1年ぶりの復帰戦を行った。ユーリメスと対戦し、1R に左フックでダウンを奪われると、3R 終了間際に左フックでダウンを奪われ小まけ。11月23日、 千葉県市川市南京都区に自身の道場、小昼井巻道場をオープンさせた。12月5日、フルス、全日本キックボクシング連盟に約10年ぶりに参戦し、アッシュ RA と対戦。2R、3R にローキックでダウンを奪うなどして、判定勝ちを収めた。2009年2月23日、K1 ワールドマックス2009日本。 代表決定トーナメントの1回戦でアンディオロゴンと対戦。クリンチによる減点を取られるも2から0の判定勝ち。準決勝は木戸康博と対戦し、パンチで 2RKO 勝ち。決勝は山本裕也と対戦。1R に膝蹴りからの連打でダウンを奪うと 2R にも積極的な攻めを見せる。しかし 3R。 ふらつきながらも前進する山本に押され、右ストレートでダウンを奪われ、3から0の判定勝ち。通算3度目の K1 ワールドマックス2本、代表決定トーナメント優勝を果たした。4月21日、K1 ワールドマックス2009ファイナル16の1回戦で、イムチビンと対戦予定であったが、右足首人帯損傷により、ドクターストップとなり、欠場となった。 9月28日、サバイバーラウンド1で、サイガキサエモンのトニアールのエキシビションマッチを行い、ニアールに右ストレートでダウンを奪った。10月、ミサワに小ヒルイ巻き道場ミサワ部を開設。10月26日、K1 ワールドマックス2009ファイナルのスーパーファイトで、ドラゴと対戦し、1R に1回、ー R に2回ダウンを奪われ判定負け。 12月31日、ダイナマイト、勇気の力2009で、西島洋介の入場曲、ホープのボーカルを担当。作詞作曲者は、前野さん。2010年3月23日、股関節の負傷のため同月27日の大会欠場と引退が同時に発表された。9月23日、谷山事務主催、ビッグバン、統一への道その3に、来場。 休憩中にリング上に上がり、次回大会に出たいと思いますと現役復帰をアピールした。この発言を受け、メインイベントに勝利した木戸康博が対戦相手に名乗りを上げた。2011年1月、行徳の旧道場との関係解消に伴い、東京、恵比寿に新たな小昼い巻道場をオープン。3月11日に発生した。 東日本大震災により出身地の東北が大きな被害を受けたことをテレビで知り以降は被災地への復興活動や協力活動を積極的に行う。K1 でのライバルだったマサトが六本木で行った募金活動にも参加。バンドグレーのテルラと共にたびたび被災地を訪れる。米軍の言った創作救出活動友達作戦に感銘を受け。 友達作戦に深く関わった、米軍三沢飛行場にて、米国人を対象にキックセミナーを行う。その様子が AFN にて放送された。7月1日、地元三沢市の空手からと共に、小昼井巻道場に空手部門を設立。7月22日、三沢市のアメリカ村にて、西島洋介とチャリティと三沢市活性化のためエキシビションマッチを行う。 10から11月、友達作戦へ感謝して、米軍の体力訓練で、空手指導をし、米軍人から好評を得る。AFN で活動が紹介される。2012年3月9日、リングスリーインカーネーションサイリンにて総合格闘技デビュー。ベン・アボットと 77kg 以下契約で対戦し、スリーパーホールドで一本負けを喫した。6月12日、 リングネームを小昼井巻高行に戻すと自身のブログにて発表した。2014年3月、エビスの小昼井巻道場を K1 ジムエビス小昼井巻道場としてリニューアルオープンした。なお同ジムのオープニングレセプションでは引退試合をやっていないので最後に試合やりたいと語り、事実上自らが引退状態にあることを認めた上で引退試合の対戦相手にマサトを指名した。 2017年経営者同士の戦いを主催、パレスホテル東京にて、エグゼクティブマッチ、チャリティーガラ、クォーテーションをプロデュース。2018年2018年1月、K1 ジムエビスの運営から離脱。翌2月、K1 の運営側から業務上横領罪で、刑事告発されるも、自身のブログで、横領行為は一切行っていないと、K1 側の主張を否定した。 2019年6月に、小比井牧川が、金銭の取り扱いについての認識不足、管理不十分などを謝罪し、一定の解決金を払う内容で和解が成立した。2020年2020年9月25日、東京都港区の八方園にて、アマチュア格闘技、イベント、イグゼクティブファイト武士道2020宮城を主催。ありがとうございます。